の皆さん、こんにちは、レイです。もふちゃん始まります。先週あげたトリスに続き第2弾、まあやりたくないウイスキーレビュー企画ですよ。メーカーは日課ウイスキーさんなんですけども、いろんな案件をいただいた中、大変恐縮なんですけども、本気でレビューをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。僕のレビュー動画はちょっと皆様に不快な気持ちにさせてしまう可能性があるんですけども、僕の本音、皆さんに知っていただきたいという一心からこういった体を張ったレビューをさせていただくっていうことなので、大きな気持ちで見守っていただけると幸いです。ブラック日課クリアーで、僕がなんでこんな大げさに「いやー多い」とか言ってるのかって言いますと、もうお分かりですよね皆さん。これが本来ストレートで飲むべき用ではないと僕は考えております。おそらくメーカーさんとかもそうだと思います。主にハイボールでの消費をメインとしたコンセプトで作られているものなんで、それを純粋なストレートで細かく真面目にレビュー紹介していこうっていうバカな僕がいるんで、そこから違うかもしれないんですけども、やはり的確なレビューっていうのをしっかり伝えるためには、一番味の分かるストレートじゃなきゃダメなんです。まあ本来ブレンダーさんがやってる水割りトワイスアップっていう方が風味っていうのは分かるのかもしれないんですけども、すみません、このチャンネルのコンセプトをストレートでずっとやってきたので、今回もその方向でやらさせていただきます。それでごめん、いつものくだり、こちらの動画でアップさせていただきました美味しくないウイスキー5選で、これはノミネートしてないボトルになるんですけども、僕の中では正直申し上げますと、限りなくこのランクインに近かったボトルの一つではあったんですね。でもこれに紹介してるウイスキーの上位がもう異次元すぎるんで、ブラック日課クリアちゃんなんとか難をしのげました。この動画のコメントで、俺はブラック日課クリア無理っていう方とか結構いらっしゃったんですけども、本当のところはどうなのかと深掘りしていきたいと思います。それで今回面白いものがついてたんですけど、こんなのが付属してたんですよ。冷凍庫でこれを冷やして氷代わりにする、まあ薄まらない氷みたいなもんですね。それがついてたんで、これを今度冷凍して入れてロックで飲んでみようかなと思います。グラスに入れて冷たさが持続する。はい、それでこのブラック日課クリア、いつも通りスペック載せときます。これは1965年にできた、もうロングセラーなんですよね。これも裏読みますね。柔らかな香りとまろやかな味わい、癖のないクリアな飲み心地のウイスキーですって書いてあるんですけどね、柔らかでまろやかなっていう部分がちょっと僕は引っかかってしまったんですけど、このボトルの特徴としてピートは一切使ってないんで、そんな感じのニュアンスがあるのかなっていうところかもしれないですね。さて、じゃあそんなウイスキーを早速開封していきたいと思います。このおじさんが俺に飲んでみろよとすげえ言ってきます。今回もリーデルグラスのみのテイスティングになります。はい、これぐらいかな。これでも結構入れてるでしょ。皆さんお褒めのお言葉をください。それじゃあまず香りから。はい、ここからの香りは分かりません。安酒にある香りが開かないパターンですね。それではグラスを近づけたいと思います。うおアルコールの刺激がめちゃくちゃ強い。これ失明するんじゃないのこれ。これやだ、もげるわマジで。いや、もげるは言い過ぎたけど、本当にアルコールの刺激がめちゃ強い。その他には青りんごの香りがします。でギリナッツの香りがするかな。もちろんピートの香りはしません。まあ日課らしくない香りって言ったらいいのかな。でもそういうコンセプトで作られてるからな、仕方ないのかな。それでは飲んでいこうと思います。いただきます。ごちそうさまでした。口の中が痛い、熱い。真っ先にアルコールのバーンとしたビリビリさがきました。いや、なんか表現悪いけどやけどしてるみたい。本当に辛さはすごいけど、しっかりリンゴの味がして、その後にレーズンもしっかりしてきます。この価格帯でレーズンの味がしっかりするってのはちょっと笑えました。あと後半は全体的に甘い味になりますね。これでいて余韻はうっすらとしたバニラだ。これでもそんな仕上がりになってました。もうここではとやかく言わずに総評に入りましょう。こちらです。42点でした。42点の理由といたしまして、このブラック日課クリア、いつも言うんですけど、やっぱりね、ウイスキーの中でも最高に価格が安い部類に入るんですね。それでこのボトルもトリス同様、最低限ウイスキーと名乗れるレベルまではあるのだと僕は思っております。単調ではあるものの、確かに果物やバニラの風味がしてくるんですよね。それであってトリスよりも味が濃かった気がするので、あいつよりも点数は高いです。それとこれはロックにすれば案外本当に飲めてってしまうんじゃないかなって思うような構成であったんですね。ストレートではもちろん苦行をなすことになるんですけども、ウイスキーに対する情熱がこのボトルにも少しは宿ってるのかなと思います。サントリーのトイスと日課ウイスキーのブラック日課クリア、これだったらどちらをあなたは選定しますかというようなコメントを多くいただいたんですけども、僕だったら迷わずこのブラック日課クリアをチョイスします。根本的にこっちの方がウイスキーらしさをすごく感じることができました。トビスの時でもお話をさせていただいたんですけども、このボトルを選ぶそういったシーンが現れる時はもうお金がやばい、本当にやばい、でもウイスキーが飲みたいとか、あとはまあハイボールにすればこれも全然問題なく飲めるものではあると思うんで、そういう用途のみでの購入になってくるのかなと僕は想定してます。ブラック日課クリアを使った漬け込み酒とかメーカーは押したりしてますけども、このお酒でちょっと漬けるよりかは僕だったら最低限リッチブレンド、ディープブレンドを選びたいなと思うんですけどね。こんなウイスキーでも美味しく飲める方法とか裏技とかがあった場合はこのコメントに寄せていただければと思いますので、ぜひその時はよろしくお願いいたします。ごめん日課さん、ちょっと本音で切らさせていただきましたが、本日はブラック日課クリアの紹介になりました。今日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでも役に立って面白かったと思っていただけた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回もレビュー動画やりますので見てください。せよ。ニッカ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 。